ハラミンのこちらせ無職ラジオ無職ラーテレレテレハラミンのこじらせ無職ラジオ無職ラをお届けしてるですね、日本放送のイマジンスタジオ。さあ、じゃあ来週のお便りテーマはいきたいと思います。というわけで今週のシャケリンはハラミンでした。わーわー言うとります。お時間です。さようなら。テレレレレテレレテレ。ということで今日はですね、見てください、二郎系ラーメンをお取り寄せしまして、おお、ラジオ終わりの今深夜ですけども、これを作って飲んでいくぞ。1、袋を切らずにスープ用の鍋の熱湯の中に入れ、これ野菜ます、野菜自分で作るんだろ。わし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 、何でしょう。茹でてから考えよう。大量だな。おい、なんか業者なのか。お、業者だ。業者の茹で方だもん。よっしゃ、茹で上がったからな。大量すぎるな。あ、ちゃ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 、ミスった。よし、麺を茹でるぞ。麺を茹でるぞ。あれ、これにもザルいるんじゃね？まさか。やべやべやべ。これにもザルがいる。しゃ、麺がそろそろいいかな。うわ、なるほど。うわ、今のところこんな感じ。よし、ここに野菜増しました。ぜんぜん、おっしゃ、ぜん、見てくれ。うーわ、うーわ、すげえ。これが二郎系ラーメンだ。深夜の二郎系ラーメンの威力。さあ、これを食うぞ。いや、かしょ、いや、やっと飯だぜ。おっしゃ、いただきます。もうダメだ、腹減ってる。うーわうーわ、ちゃんと二郎系ラーメンになって、うーわ、なってる。ほら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 、すごいすごいぞ。これがパワーエーだ。いいや、肉、肉ティーン。
腹が膨れるぜ。汗がすげえ。二郎と戦いだ本当に。効くんじゃないですね、やっぱね。ビールが効くんですよ。ビール、腹いっぱいだ、パンパンだ。いや、美味しかった。汗かいた。ということで、よかったな。ご視聴いただきありがとうございました。真夜中の二郎系ラーメン。